初めに魅力的なプロジェクトに加えてくださった富トミタ先生に感謝を申し上げたいと思います。それから私を彼女に紹介してくれたミ野ノさんにも感謝を申し上げます。 I first touched a reel of 35mm film. That was when I got a part-time job in my local cinema as a trainee assistant projectionist. It was in a small market town in England that I grew up in, and where for many years, the town hall had been leased to a private company that converted it into the town's one and only cinema. 初めての出会いはイングランドの小さな町で私が生まれたんですけれども、地元の映画館で映写機、趣味習いのアルバイトをしていた時です。その映画館では長い間町役場がプライベートな企業に貸し出されており、その企業が建物を町で唯一の映画館として運営していました。 私はですね、えっと、2024年の1月の,1月の終わりにですね、えっとまあ、福岡からそれまでに引っ越していて数え切れないほどのサイズのフィルムを扱ってたんですけれどもあの初めてですね Um, what that inspection revealed, I will come to later in this presentation, but I should go no further without sincerely thanking Kun Kuninaga san for acting as my translator today and humbly apologizing to you all for my extremely limited abilities in the language of the country that is now my permanent home. <music> えっと調査によって何が明らかになったのかというのは今から詳しく述べるんですけれども、えっとまず通訳のえっと私に感謝をということですね。でそれからあと皆さんに対してえっと私がえっと生涯を過ごす地と決めた国の言葉についてえっと限られた能力しか持たらないことをちょっとお詫びもしておきます。 In August 1961, Time magazine in the US published an article on the film with the cheesy title Movies Abroad: The Zen Commandments. The opening of the article gives an overview of Japanese film productions and typical foreign criticism of the physical stature of the Japanese. 1961年8月にアメリカの雑誌「タイム」は海外の映画10回ですね。まあ日本版10回と言った方がいいですかね。という見出しで社迦の記事を出しています。記事の冒頭では日本の映画制作というのを外観して、さっきおっしゃっていた日本人の肉体的な異業というんですかね。についての典型的な海外評価の態度が見られます。と、um, な引用があるので私が読み上げます24時間365日日本映画産業は16時間ごとに新たな劇映画を制作していますチャンバラやギャングのドンパチなど貪欲な世界中の観客のもとに日本映画は届けられていますいくつかの劇場では四本立て興業すら行っています 日本は1956年の10回以来ですね、セシルビ・デミル・ネツ、セシルビ・デミル・ネツっていうんですかね、にかかっていますが、日本で作られていない唯一のタイプの映画が、宗教を題材にした女ジ,ジシー映画でした。このたび、大英は京都近くのロケーションでそれに取り組んでいますと。それは、ブッダの生涯についての映画で、偉大な生涯の物語の登用バージョンと言えるでしょうと。 釈迦のののは留国大学のサンスクリット文化が専門の木村秀夫が務めました木村は制作を振り返りながら私としては良い映画だと思いますと熱心な仏教徒をまあ侮辱することはないでしょうで日本のまあ大衆観客について言えば彼らはあの侮辱されたと思うほど熱心な仏教徒ではないので大丈夫でしょうということです。 In September the production makes headlines in Sydney, Australia with a report filed from the, from London that announces the film cost um the equivalent of 750,000 Australian pounds um uh, which is 25.75 million Australian dollars today or 600,000 British pounds. And that a described as a B. 1961年9月には、オーストラリアのシドニーで釈迦の制作が話題になりましたと、えーと。ロンドンからのリポートも載っていて、で予算がですね、まあ、あのオーストラリア大体75万オーストラリアポンドで、まあ、現在の2575万オーストラリアドルと。 モスクワ、ログジューマン、イギリスのスターリングのポンド、であると報じられたりですね、ニホのシルビー・デミル、と呼ばれる永田正一が、ニアクマオーストラリア・ポンドのコギ収入を見越しているというふうに報じられました The first screening of the film in the United the on US soil took place at a preview on October the 4th, 1962, and the roadshow was scheduled to commence in Honolulu on October the 10th.

The film was being distributed by Lopet Pictures, a subsidiary of, by then of United Artists, whose principal purpose was to handle the import of foreign films into the US market. It was a company originally established by Ilya Lopet in 1947 as Lopet Films. アメリカ本土の観客は1963年の7月2日にサンフランシスコにあるステージドアシアターというところでこのメソジスト慈善グッドビル・インダストリーズというところの支援のためにチャリティー上映があったんですけどそれを得て初めて社会を見ることができるようになりました映画はですねユナイテッドアーティストのその時には子会社であったロパート・ピクチャーズによって配給されています ロパート・ピクチャーズというのはその海外の重要な作品をアメリカ市場に輸入することを社税に掲げた会社で、もともと1947年にあのイリア・ロパートによってロパート・フィルムズとして設立されています。シネマ・マガジンは5で、えー、とアメリカのシネマという雑誌は第5号でえ社会について触れています。 読み上げます、ね、史上では宗教に世とサディズムの要素が混ざるとより成功を収めることが証明されてきました三隅健治監督は釈迦を全くもってセシル・ビー・デ・ミル流に作り上げています。 日本の女子誌映画は今のところ最も輸出に成功している日本映画でありこの作品には成功するためのあらゆる要素が詰まっていますというふうにまず言われていてでもし日本の監督たちが協力してアメリカ配給のためのこう共同するシステムを作り上げることができて芸術的経済的な独立性を担保することができたら Um, Buddha screened again in 1964 and in 1967, but they, by then it was reported in the LA Times of January the 25th that 20 sexy minutes had been cut from the film following protests by Buddhist priests. シャはワディスネセンキャクロ年ジュヨネントさクジュナナネネネニロサンゼルスタイムズによるとまあその時までにエトニジュトンホセクシーミネストアノカイタンデスガケンブニワマ西洋に酔わせるシーンが仏教ョかカからのコギでカットされたようです The film was approved by the Italian censor on twenty eighth f February, nineteen sixty three, with reference number three nine six seven two. The film had been imported and submitted by Dino De Laurentiis. Whilst 3,500 meters were submitted, only 3,410 meters were approved for screening. This may be the difference between an approximated length versus an actual length, or the sensor asked 90 minutes to be removed. The duration approved amounts to 124 minutes, 18 seconds. でですね、あのイタリア公開について見ていきたいんですけれどもイタリアの場合はです、ね、釈迦は1963年の2月28日に検閲機関によって承認されていて、まあ、39672という番号が割り振られているんですけれども映画はあのディノーテ・ラウレンティスというです、ね、有名なプロデュースがありますけどによって輸入検閲機関に提出されましたと。 で検閲あの記録では3500メートル分のフィルムが提出されたことになっているんですが、許、え、可、ー、されたのは3410メートル分ですと、でまあ、これはまあ大体のじ長さと実際の長さというのが違っていたか、まあ、もしくは検閲機関が90メートル分カットするかように指示したのでしょうということです。でまあ、結局です、ね、あの許可されたた上映時間は分18秒でしたと Having reviewed the film, the Commission expresses a favorable, a favorable opinion to grant permission for public screening without age restrictions. By February 28th, the Ministry declares the existence of 50 prints in Italy. 2月28日ではですね、あのイタリアに50の上映プリントが存在するというふうに、えー、と担当省庁が発表しています。On March the 29th, the six, 1963, the newspaper Luneta reports that two cinemas are premiering the film in Rome, the r e a l and the Royal. Even in December,、um, 1963, the film is still in circulation in Rome. 1963年の3月29日ではですね、イタリアの新聞のウニタというところが、ローマにおいて釈迦がザ・リアルという劇場とザ・ロイヤルという2つの劇場でプレミア上映をしているというふうに報じていますと、それから同年のですね、1963年の12月になっても、同作を上映している劇場がありました。 広告にですねあのアンブロージオ、えー、とシネマ・アンブロージオというところの、えー、と広告が載っています <then> あじゃあ。ちょっと意味を読み上げますね。シネマ・アンブロージオでの成功というふうにタイトルが取られていて、えー、内容はこれまでに作られた中で最も相関の映画の一つだと。 目を引く群衆や美女巨大な建築物何千本の馬巨大な像生贄を捧げるための炎ミステリアスなバラモン教の儀式そして野蛮で血みどろの戦いというふうに書かれていますまあもうちょっとですね書いてあるんですけれどもあのそこではですねあの無敵のブッダスー,スーパーテクナラバ70テクニカラーというふうにですね言われていまして。 まあそこではははあああの評価とととして偉大なな映映映画画ででででり他に追随を許さいい賞だと上映時間は長いけれども通常料金設定るすね、ジアにファラブリーのオーケストラによって、メアッチレコードに録音されています。At this point, I'd like to express my sincere thanks to Irelo Nunez of the Cineteca Nazionale in Rome for her assistance with obtaining both the information on Buddha in Italy and in Spain.

えー、次にスペイン公開の話をしたいんですがスペインでの上映は1963年の8月から9月にかけて始まり、まあ、延べ20万人を動員しましたと。で輸入元のサムサフィルムというところには約2万8500ユーロの興行収入をもたらしました。Poster, see, mm. ポスター、ではですね、釈迦がスーパーテクニラーマ70で上映されるというふうに書かれています。 In his book, Censura y Literaturas Littera Peninsularis, number five in the series Dialogos Hispanicos, Censorship and Peninsular Literatures, Manuel Abelen states that, La Lenda de Buddha, it was necessary to include an insert at the beginning, clarifying that these legends of Buddha, these were legends of Buddha, so that there was no possible confusion with Christianity. えっとですね。あのディアログスヒスパニコスっていうスペインのですね。まあ、シリーズが本のシリーズがあるんですけど、その中でケ検スト半島文学という本を書いた。マニュエルアベランという人はは坂がですね。映画冒頭にこの物語はブッダの伝説であり、キリスト教の教義とは関係がないと注意書きを挿入する必要があったというふうに述べています。これでレポートデュレーションの約束の140ミリ。 2005 article by Manuel Carrera entitled 70mm in Mexico City, published on the website in70mm.com, provides the following information. 次メキシコ公開をちょっと見たいんですが、ンゴネ、ナナジュミリテドットコムっていうですねウェブサイトにマニエルカレーラ、という人物がメキシコシティにおけるナナミリという記事を出しました。The third seventy millimeter equipped venue in the capital city, Cine c a r o u s l opened in April n i n e t The cinema had an enormous grey auditorium, but with limited decor. The screen was larger than most. The cinema could seat close to 3,000 people and is noted for its many bookings of Soviet and other international films. Today, a highway and subway terminal sit in the demolished cinema's place. それによりますと、1965年4月にシネ・カルーセルというメキシコシティで3番目の70ミリ上映施設が整った映画館がオープンしたんですけれども、その映画館は装飾が抑えられて灰色の巨大な客席を持っていますスクリーンは他のどのスクリーンよりも大きかった。およそ3000人を収容することができて、ソビエト映画をはじめ、海外の作品を上映するしていましたと。 で現在では映画館があった場所は高速道路と地下鉄のターミナルになっているというふうに書かれていますカレーラは詳細なあの上映作品リストというのがです、ね、掲載しているんですけれども釈迦やです、ね、その他の上映映画の,その上映日時については書いていません言うと 一つ述べておきますとメキシコにはですね7 0ミリのマグネティックサウンンドのプリントが存しているという噂があるんですが まあそのそのもしあったとしてもそれが復元のための価値ある素材となるかどうかというのはまあこれからの調査で明らかにことはありません。As we know, ですね。次にですね。日本とイギリスのゲイ社会の技術的重要性というふうなあの話題に移るんですが、えー、ご存知のようにですね。釈迦はまあ日本で最初の70ミリ映画であるわけです。けれども、もえ釈、ー、迦はスーパー70テクニラマで撮影され、上映されたと言われるのが一般的ですが、実際にはその通りではなく、これからそれを説明します。 Um, in 1955, Technicolor filed a patent application for the Technorama system in the US and named Frank George Gunn of Technicolor in the UK as the inventor. Almost a decade later, the patent was finally granted in January 1965. まずですね、テクニラマについての時系列を見ていくことにしましょう。1955年の10月24日にですね、あのテクニカラー社はアメリカにおいて、テクニラマのシステムの特許を申請しました。その時の情報では、そのイギリスのテクニカラー社のフランク・ジョージガン・ガンという人物が開発者ということになっています。で特許が承認されたのは、申請から約10年後の1965年1月のことでした。 in 1957, there was a demonstration of technorama in london. in a supplement to the british journal kinematograph weekly, renowned technicolor cinematographer jack cardiff wrote, i can truthfully say i regard this as the greatest technical and artistic development since the coming of sound. で、イギリスの業界紙キネマトグラフウィークリーにはジャックカーディフですね。黒推薦であったりとか退屈です。クーに関わっていますけどが、記事を書いています。で、それによるとえっ、ー、と私カーディフは心からテクニ。ラマーがサウンド到来以来の技術的革新であると思うというふうに述べています。The ア new,、e、ドスメント GBKE ヴティプロジェクターえっと同雑誌にはですね新しく開発されたこの,、まあ、あの横走りのフィルムおすぎひえ走行で上映するための特別な装置がいらない GBKE、e、垂直走行映写機というものの,あの広告も出ています The SMPT journal in 19, uh, February 1959 printed an illustrated paper by W.E. Pohl that he had given at the, their conference in 1958 where it stated that the Technorama camera lens and the morphic attachments were obtained from Envy Optische Industry in Delft in the Netherlands who designed the Delrama reflection system. 1959年の2月にですね映画テレビ技術者協会というところの機関紙にこの,あこの協会で1958年に会議があったんですがここで w e フォルという人がです、ね、あの発表していてでその記事が1959年に出ていますとでイラスト付きのです、ね、記事が出ていて特にラマのカメラに必要なアナモルフィックレンズは デルラマ反射面方式をデザインしたアウデデルフト NV 工学工業者から得たものであるというふうに書かれています。えっと、その引用続くので、えっと、私がです、ね、時間短のために代読します。で、えっと、ここで書かれているのはですね、その上映プリントに70ミリを使用することに関するです、ね、もう一つの興味深い可能性は、えー、テクニラマやビスタビジョンのような8パーフォンのネガから70ミリ上映プリントを作ることだと。これらは球面工学を採用していると。

The decision to make 70mm prints was made shortly before the release, and so the film only carried the normal Technirama credit in their title. Although much was later to be made of the new Super Technirama 70 process on the posters and other promotional material. 70mm the first by King が公開したソロモンとの女王ですでこれが1959年の10月27日,27日に初公開されましたと。で、ロンドンプレミアがですね、事実上あの、ニューヨークのクリスマスプレミアよりも早かった、3ヶ月早かったんですけれども、この70ミリプリントを作成するプレミアのために作成するというのが公開直前に決定されたので、 ポススターーーや宣宣伝伝用資料でででは、は後ににこううーパテーテククニニララママ方式とととされていいるんん。すが、えっどちらののプレミアでもフィルム自体には通常表記しかありません In his 2012 doctoral thesis, Jasper Sharp focused on Buddha in considerable detail. In it, he speculates about the reasons Buddha was described as being produced in Super 70 Technorama rather than Super Technorama 70. The name utilized by えっとですね、評価で映画監督のジャスパー・シャープという人がですね、2012年に博士論文を発表していて、ワイドスクリーンについて書いているんですが、そこで社会について詳細に検討されていますと。で、その中でそのシャープという人は、社会がなぜテクニカラー社によってこう世界中で用いられている名前のスーパーテクニラーマ70ではなくて、 で、スーパー70テクニラマと表記されているのかについて推測をしています。で、えっ、ー、とこの後ですね。引用が続くので代読させていただきますと。と、えー、シャープによるとダイエーカラーやダイエースコープと同様、名前をダイエース、ーパー70テクニラマに変えたのは永田正一率いるダイエーが。 使ったシステムの正確な使用を分かりにくくする試みだったのではないかというふうに推測していますで実際スーパー70テクニラマはそのスーパーテクニラマ70とは若干異なるものだったと言っておく必要があるでしょう ワイドスクリーン映画に関する本と書いたロバート・カート・ヘイズという人物に通った名前のシステムというのはまあスーパー70テクニーラーマンのことですがには実際これは実際、ビスタビジョンでロンドンのテクニカル社がプリントを工学的に作成するときにより広いですねあの範囲にプリントするためにフレーミングを少しトリミングして拡大し70ミリにするというシステムだと。 で言い換えればスーパーテクニラマ70による他の作品と違って釈迦の大部分がアナモルフィックレンズを使って撮影されたという証拠はないとしかし他にもダイの名前を冠していることを説明する違いがあるとそれはいくつかのシーンがクオリティの高いテクニラマではなくてアナモルフィックレンズを使ったダイエースコープで撮影されたということだというふうに、えー、ジャスパーシャープという人は言っています Sharp's view that there is no evidence that the bulk of Buddha was shot anamorphically is not something I would totally agree with. Eh, to there are two key responsibilities that film archives have. One is to preserve films under their care, and the second is to provide access to those films. フィルムアーカイブにはですね、二つの重大な責任がありますと。一つはそのフィルムを管理して保存することで、2つ目はですね、保存された映画のアクセスを可能にすることです。そうすることで可能な限り多くの観客に興味をもらってもらって楽しんでもらうことができます。 同様のの責任はフィルムの所有者にもあるべきですと文化的な遺産危ようにしない,といけませんとそうは言いつつ商業的的なな現実的な課題によってフィルムやその他のものは危険にさらさられています In an ideal world, people 理想的には現代の人々が映画の初公開時と同じ方法で映画を楽しむことができるように環境を整えるべきですがそれが可能かどうかは今なお当時の技術にアクセスできるかどうか次第です。 Many issues surround these questions, and this research project has explored the possibilities of both image and sound restoration. 70mm film stock is widely accessible. 70mm 70、mm 70 mm、のです、ね、フィルムを手に入れることは容易にできますし複製のための機材も見つけ出しましたと。その機材があれば 65mm のインターネガを使って、えー、作って 70mm の上映プリントを作ることができます。 This 65mm internegative would be generated from a 35mm interpositive from the edited 35mm original Nega. That interpositive can still be made in Japan, however, the 65mm internegative would have to be made in the US. このののののイインンタターポジを作作るる技術とといいいうううははのままだ日本にももあるんんででですけけれれどミリリネガアメカ成ししななななばりませおそららくならないでしょう We have located perhaps the last surviving lens that could correctly convert the 8 perforation image to a 65mm Nega so as to retain the correct aspect ratio of the Super Technorama 70 system and the DIA Super 70 Technorama derivative. えっとまたですね我々はあの8パーフォーの映像を正確に65ミリのネガーにこう変換することができる現存する最後のレンズを見つけ出しましたとそれによってスーパーテクニラマ70方式とシャカ採用した派生的なダイエスーパー70テクニラマの正しいアスペクト比というのを維持することができます film is an organic substance and whether it is on nitrate or acetate base it will inevitably deteriorate even with the very best of storage conditions whilst we can create a 35 millimeter interpositive with a polyester base the 65 millimeter internegative would have to be on an acetate based film stock えー、フィルムというのはです、ねまあ、有機的な物質なので素材がナイトレイとかまあアセテイとかにかかわらず最善のの保存環境下もにあってて劣化していきます我々はまあポリエステルガベースの 35mm インターポジというのも作ることができるんですが、まあ、65mm のインターネガはまあアセテイとかベースのフィルムストックに作成する必要があるかもしれません。 But the emulsions of today, the color dyes, the grain structure of the emulsion, the projection equipment, the screen that the new print is projected on, the sound system and its interaction with the venue's acoustics mean that the experience of an audience in 2024 would be a very different one to that of an audience 60 years before. しかしですね、あの今日のエマルジョンやまあカラー染料、それからエマルジョンの粒子の構造であったり、まあ、上映機器、それから新しいプリントを投影するスクリーンであったりとか、音響システムやまあ会場の音響設備との兼ね合いといったことを考えますと、まあ、2024年の映画観客の経験は、60年前に公開されたと、映画が公開された当時の観客の経験と全く異なるものになるでしょう。 私としては、まあ、デジタル復元の全体的なまあ利点は、えー、当時と,、えーとまあ、今をこう比べた状況が全然違うにもかかわらず、の当時の鑑賞体験をより忠実に再現するために、 I will not go into uh, too much detail and the complications of recreating a 70mm print with six track magnetic sound, other than to say that the last known 70mm coating equipment was being offered for sale in 2011. Whether it survives and is operational are questions we are seeking to answer. えっとですね、70ミリのこの6本マグネティックサウンドを、えー、復元するためにですね、調査のその調査についてはまこれ以上述べませんけども、まに、あ、一つだけ言っておきたいのは、えっ、ー、と2011年にですね、確認されている最後の70ミリフィルムのこの音声をこう塗布する装置が売りに出されたということだけ触れておきます。えっ、ー、とそれが今も処分されておらず、まだ使える状態なのかどうかについては調査中です。 What our early res research revealed was the apparent survival of audio tracks in Italy, including an international music and effects track, that were created to, used to create the Italian version of the film. Efforts to access or even confirm their survival during and since the pandemic have not met with any success. That said, our understanding is the Italian version is far shorter and so may be of less value. 我々が行ったこれまでの調査ではイタリア公開版のために使用された音楽と効果音のトラックというのがイタリアに現存しているらしいということが分かっていますですがまあそれらにこう実際にアクセスして見てみたりであったりとか、えーとまあ、確認するっていうことはまあコロナ禍による影響もありまして、まあ、まだ実現できていません、えー、とはいえまあイタリア版は長さがだいぶ短縮されているので、まあ、他のバージョンに比べて特別価値が高いわけではないと思います Miyano-san will speak in far greater detail about the problems of the surviving audio tracks and their potential for restoration shortly, so I'll leave my comments on sound at that. Mm -hmm. As a footnote to this question um, on digital versus analog restoration, アナログ復復元元それとともです、ね、デジタル復元化に関してて、まあ、付け加えておくと、えっと、私は先日1957年に RKO がです、ね、テクニラマーで像作した 二人の可愛い逃亡、エスカペートインジャパンというですね作品がアメリカで 13K 解像度でスキャンされている現場に立ち会いました。This is achieved by stitching a 6.5K scan of the first four perforations of each frame to a 6.5K scan of the second four perforations of each frame. On a 4K monitor, it appeared seamless.

まあ、4K モニターで,です、ね、見た限りでは、まあ、つなぎ合わせた痕跡も見当たりませんでしたが、まあ、大きなスクリーンでどのように見えるのかについては、映画の最高開を待って決める必要があるました。The that minimal handling of the negative was required for the production of multiple 35 mm ib prints that all struck from the three-strip matrices えとですねまあ次にあの現存するフィルム素材の調査から分かることというところにですね移ります。テクニラマーのシステムは富田先生のお話にもあったようにイギリス、アメリカ、イタリアの,あのテクニラカラー社でまあ長年かけて開発されたテクノロジー複雑なテクノロジーというのを使っています。それによってこの3つの,あのマトリックスから作られる 35mmIB プリント。 もし 70mm prints were made, then it was at this point the negative was potentially at most risk, as they were created using a specially constructed op optical printing machine. しかし、えー、70mm プリントリプリントを作成する場合ですね、作られたに作られたオププリンカープリンタを作られたを使用したために、まあをの過程がえっ、ー、と最もネガたを損傷させる危ンがありましたントを作トを作られたプリントを作られントをンをリンンンリンンン 私たちの,この調査が明らかにしたんですけれども、この特別なです、ね、プリントの作成方法を採用する場合、例えばあのディゾルブとかをする際にです、ね、まあ、ネガジオでにそのカット頭とカット尻というのを引き伸ばしておく必要があったということが明らかになりました。The effects were achieved either in, up, in the optical blow up process to 70mm or in the printing from the matrices to the 35mm IB prints. で,で、すね。そのディゾルブの効果が現れるって言うの現れてくるのがまあ、その光学的にその馴染みに拡大してまあ、それ拡大するかまあ、もしくはマトリックスからですね。35mm の ip プリントっていうのを作成すると時に、あのディゾルブの効果が現れます。その surprising imagery が。 こうしたですね引き伸ばしあのカットばしあのカトカリト尻の引きシばしという方法が使われる場合、時々です、ね、あのフィルムにこのカチンコであったり左側のカチンコであったりとかあとフィルム自体にですね右側のバイコを刻まれたこのエッチングのような驚くべきですねイメージが残っていたりします On the edge of the film, there are scribe notations indicating to the laboratory technician Where fade should begin and end, and where dissolve should start and end. Eh, Perhaps the biggest problem with the OCN overall is that all the splices have been strengthened, and in some cases, adhesive has oozed out and transferred to the adjacent wrap in the film reel. Some have far more adhesive on おーらくですね、オリジナルネガで最もあの重大な問題だと思われるのが、す、ま、べ、あ、てのスプライスの部分がです、ね、補強されていることで、まあ、いくつかの,その補,強さ補強箇所の場合ですね、粘着性の素材というのがその補強のためについているんですが、それがこうにじみ出していて、フィルムの他の部分にも付着していることですと。 でまあ、あのいくつかのリリールではそのエントリーが多いんですけど、まあ、デジタルシフクをするということになれば、まあ、この問題は対処できます。The internegative we examined had been slightly zoomed in throughout, as Mikasen Mik explained.、Um, but still, some lens aberrations are visible at the top of the frame in parts, unlike in the original negative, where they are far more obvious. えと私たちが検査したあのインターネガというのはですねまあ少しばかりあの全体が拡大されていて、トミト先生がおっしゃったんですが、それでも部分的にですね、フレーム上部に、スレや歪みなどのこのレンズシ差がですね、見てとりますた。オリジナルのネガの場合、こうした周差というのがよりはっきりと残っています。In Real 1B, there is a scene where a sound mic is clearly in shot in the OCN, but blown up in the IP to hide the issue. 1B というあのリールがあるんですけど、これが 35mm リオリジナルネガではですねあるシーンで、明らかにこう音声マイクがですね、映り込んでいます。でまあインターボジではですね、この問題を隠すために拡大されています。o t このですね、花が映っているシークエンスのようにまあ明らかにフレーミングが異なるシーンもあります。 アブレージョンがです、ね、たまたまあの時々起こるんですけれども、まあ、それからフィルムのエマルジョンにもです、ねまあ、傷があったりしますが、まあ、今日存在するデジタルツールを用いても取り除くことが難しいものは今のところありません。 Buddha is a masterpiece of a film, wrote Dick Gima in the Honolulu Star Bulletin in October 1962. But he goes on to write how much better it would have been to have seen it in its proper super technorama 70 size. Clearly, the theatre was too small for 70 millimetre screenings, or simply lacked the projection facilities. 海外メディアによる釈迦の言説についてということでいくつかの覚書を最後に触れたいと思います。で 1962, 1962年10月の「ホノルルスターニュース」という新聞にあの私ですねディック・ギマーという人物が「釈迦は傑作であると」と本来のスーパーテクニラマ70のサイズで見ることができたならどんなにかよかっただろうというふうに書いています。 でまあ、明らかかににが、ね、が釈迦を見たた劇場というのはは、まあ、上映には小さすぎたか、まあ、設備がなかったんで Honolulu Star Bulletin also reported that the budget was 7 million US dollars, an amount far in excess t o that the American Cinematographer report in the American Cinematographer report I mentioned. えっとですね、ホノルルスターニュース氏はですね、まあ予算についても述べているんですが。あの先にですね、言及した予算よりも多い。まあ0百万ドルかかったんじゃないかという、あの予算があったんじゃないかというふうに報じています。のガタウス、トウモロブ、コーコーン、あ、コロムネス、for the Oaken、Tribune in nineteen sixty three。that in dear and 永田正一は、ね、1963年にあのオークランドトリビューンシーというところで,です、ね、コラムニストだったテルマ・ローブ・コーンという人に対してあの釈迦は後にあのインド首相になるインディア・ネル・ガンディがアドバイザーを務めたというふうに述べています。 モンティ・イトー、アィリホノルル・アドバタイザー氏で,ですね。映画評価をしていたモンティ・イトーという人物は、シャカが非常に感動的で、1962年のベストワンの映画であるというふうにも語っています。 Buddha screens again in Honolulu's Cherry Blossom Film Festival in 1964 and was screening still in 1970 by popular demand. Uh, let us hope that this project and its results. Um,